当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。これでスーター入ったと。まだホコリがあると。そう、これは28,800シングルだからね、あの9000シリーズはハイビートだからやっぱりね、スムーズだよね。おお、いけるかもしんない。これで最後だね。最後どうにかクランプ止めしてあげて、若干やっぱりね、高さが足りてねえな。若干高さが足りてない。これでクランプで固定してあげないと多分いかんな。このまま締めるとまたダメになるから、このまま締めるとダメだから、クランプでねちょっと止めましょう。これこのままだと接着剤で止めてるので、要は接着剤と文字盤が止まってるんですよ。で、文字盤とスペーサーが止まっているので、接着剤だけでムーブメントが今止まってる状態なんだよね。だからそれだと外れる可能性が大きいので、このスペーサーにどうにか文字盤をクランプで止めてあげたいんだよね。あ、こっちは大丈夫だ。こっちはスペースがある。あ、やっぱ高さが合ってねえんだな。高さが無理あるな。なのでこっち側だけちょっとね、スペーサーを若干加工します。この分、ここの分少し高さを削ってあげて、クランプが入るように。反対側はやっぱ高さが合ってないから、反対側は入るんだな。ちょっと削りました。これでちょっと見てみましょう。あー、いける。むしろ削りすぎぐらいだ削りすぎ。ではクランプを入れていきましょう。クランプとクランプでムーブメントを固定ですね。今ムーブメントを固定しますと。出てるあれが少ないもんね。よし、合いました。どういう、あー、合う合う、やった、勝った、勝ったわ。あとはこれで裏蓋が閉まるかどうかだね。なんとかだな、これはギリギリだ。なんとかでもいけなくもないかもしんないな。ああちょっとローターさん邪魔です。よし、いけた。
固定は OK だ。固定はできた。固定できてる？固定できたな。これでいいな。これで一旦閉めてみよう。なんとかいけるかも。ちょっと待って。うわ、いけたかもしんない。いけたかも。いけたな。いけた。いけたわ。あんま閉めると今度文字盤がこれに耐えらなくて回っちゃうかもしれないから、あんまり。でもいけたな。いけたわ。意外といけた。と動きは。あー、リューズも大丈夫だね。リューズも大丈夫だ。ただ少し針が弱めだから、そこだな。うん、そこの問題はあるけど。あ、いけたな。いけた。ってことでね、意外といけるということでした。意外といける。これ取ります。どうにかこうにかできた感じです。これなんとかできたね。でもただ若干ね、やっぱ針がね合ってないのか、若干やっぱ針が弱いね。弱い感じがする。あー、いいかもしんない。うん、どうにかこうにかだね。でもね、どうにかこうにかだ。どうにかできた感じ。ギリギリだこれは。もうやっぱね、あの9000シリーズはいいけど、組む時にどうしても無理が生じますね。どうしても無理が生じちゃうから、いいのはやっぱ8000シリーズでね、ね、ストレスなくパンパンって組む方がやっぱいいですよ。うん、ストレスなく組む方がいい。どうにかできましたね。いやー大変。いやー、でもね、正直なところ、脱中華製 GMT ですね、NH、セイコー NH に入れ替えるよりは楽ですね。あっちの方がちょっと大変だね。なので、まあ、今回、まあ、今までは2、3回ぐらいしかやったことない。2回ぐらいかな。今回2回目だと思う。ただ、意外とやってできなくはないので、うん、ただ、やはり、とはいえ、切った、貼ったりなるから、その辺の、まあ、ね、施工、そして加工は大変ですけど、やってできなくはないっていう印象でした。で、まあ、今は、今回は、ムーブメントとスペーサーを固定するんですよね。それによって、スペーサーは裏蓋まで持って固定できるので、そうすると、ムーブメントとスペーサーを固定してしまえば、裏蓋を利用して一体化できると思ったんですよ。そうすると、動かない、グラグラしないんではないかということで、クランプを使って、スペーサーとムーブメントを固定したという感じですね。このスペーサーを使ってそうなんですけど、クランプ止めする場合、ミオタの場合はミオタ専用の、ビスが必要になりますので、そこだけ注意してください。まあ、ちょっとまあ、なかなか加工はいりますけど、何本かやれば、ちょっとこう、なんていうかな、癖とか流れとかつかめると思うのでね、ちょっとまあ、結構数はやっていければ、意外といけそうな感じですね。まあ、やっぱり数こなせば、どん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 こうね、ポイントポイントが見えてきますんでね、もうちょっとやりたいね。ただやっぱ問題はあります。針が弱いとかそういったところの問題はありますので、そこのまあね、かしめを強くする。あとダブルカレンダーの場合だったらどうするんだって話になるんですよ。今回はシングルカレンダーだったので、まあね、そのまま文字盤バーッと載せれば、ね、カレンダーの位置は合わせれましたけど、これがね、ダブルカレンダーになるとちょっと厄介かなとも感じておりますからね。まあ、とはいえね、依頼は完成ということで。で、今回のこの動画ですね、まあ、メンバーシップの方で、まあ、長くこうね、ポイントを押さえながらやりますのでね、ぜひ、
メンバーシップのご参加もよろしくお願いします。ってことで、まあどうにかできたね、どうにかできたけど難しかったよな。でもまあできないことはないなっていう印象でした、うん、これはいないといけるかもなっていうような印象でしたね、うん、何本かやればもっとスムーズにできるような感じはありました。まあ次回もね、まあ依頼があればやってみようかなと思ってますんでね、ぜひ楽しみにしておいてください。ということで、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。Thank you.